某局に出入り禁止になった話、はい、あの話どうなったんですかって聞いてみたら、うんうんはい、何の話ですか。小安田 in my room へようこそ。僕は個人的にお付き合いのある都市伝説系 YouTuber やタレント、その他いろんなゲストの方にお越しいただきまして、いろんな話を聞いていくというこのコーナーでございます。今日もですね、これ僕の個人宅からお届けしております。今日のゲストは山口敏太郎先生です。お願いします。よろしくお願いします。いや、山口敏太郎先生といったらもうカルト界の超重鎮ですけども、うん、コヤッキースタジオに前回お越しいただいた時は、うん、このようにですね、めちゃくちゃ再生数を叩き出しまして。あ、そうですか。すごかったです。今年の中でもトップ5に入ってます、再生数が。結構じゃあみんな喜んでくれたの？喜んでくれてますし、コヤッキースタジオも4年経つんですけど、ようやくそこまでたどり着いたかみたいな、うん、賞賛のコメントがすごい多かったです。あ、そうなんですか。そう、だからやっぱりみんなの中でも山口敏太郎先生特別なんだろうなってすごい思いましたね。いや、特別っていうかね、でもいろいろね、もういろんな嫌なことありましたよ。ありましたか。まあ、某局に、はいはいはい、出入り禁止になった話。え、そんなこと先生でもあります？あります、あります。まあ、ある局があってね、うんうん、でそこである番組が寄稿されたんよ、はいはいはい、それで大月教授と僕が喧嘩する、ほいほいほい、懐かしい名物コーナーですよね。まあ、日頃やってる曲とは違う曲で、はい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 、で喧嘩してください先生って思いっきりやっていいんですかって、はい、いいです、どんどんやってくださいって、だから思いっきりやっちゃったのよ、はいはい、俺目悪いんでそれ以上言わないでっていうのは全然見えないのよ。あ、だから本当思いっきりやってええんやなと思って。大月さんね、息子がアメリカの財団から金もうてね、やば、研究やってるからね、月に行ったら石持ってきたら、これが石か月の石でなかったっていうことを発表したらね、財団から圧力かかってね、予算切られたから、息子が親父そんなこと言わないでくれって言ってるから全然言わんのですよ、このおっさんとか言って。やばくないですかそれ。そうやって言うたん。今この1分ぐらいの間にめっちゃやばいことあったんですけど、まずその出禁になったってこともすごい事実ですけど、うん、何が一番びっくりしたかって言ったら月の石のことですよね、うん、まず月の石って皆さんね、若い世代は分かんないと思いますけど、大阪万博の目玉やったわけじゃないですか。そうそうそう。今ね、新しく大阪万博守る開催されますけど、うん、その僕のね、親の、世代です、ちょうどあの時ね。そう、ちょうどね、初めて、月に降り立ったアメリカのですね、飛行士たちが月の石を持って帰ってきてて、それをですね、うん、大阪の万博の時に展示したんですよね。そうです。すごい、その20世紀少年とか、ね、出てきて知ってる方もいらっしゃると思いますけども、うん、その石が本物じゃなかったっておっしゃってるんですね、今。そうです。そういう結論を大月教授が持ってるんです。なるほど、なるほど。大月教授の、まあ、同期生が、はい、なんか月の石を研究したんですよ、はい。研究しても研究しても地球上の石と全く変わらんかなって話で、それ発表したんですよ、はい、そしたらもう叩かれて、はいはい、で同期がかわいそうやから、はい、俺も変わったるわというふうにして、しばらく大月さんはあの石は嘘やでと、あ、はいはいはい、だからあれを証拠やって言うてるけど、うん、アポロも怪しいもんやみたいな感じで言うたんですよ。なるほど。そしたらアメリカの偉業を否定すんなんやと、うんうん、ああ、それで圧力がかかったんですね。かかったんですね。いや、これ複雑ですよね。まあ、真実にそこはたどり着きたいところですけど、今都市伝説界でもやっぱりその月に行ったか行ってないかってすごい問題になってるじゃないですか。問題になってる。あれはなんかそのキューブリックでしたっけ、うんうん、監督が、あ、そうそうそう、映画風に撮ったりとか、わざハリウッドで撮ったとか言われますし、うん、あの映像を見ても旗がなびいてるのおかしいじゃないか、無重力なのにとか、うん、影のなんか伸び方が違うとか、いろんな疑惑がある中で、なんとか根拠をこう出してきて、違います、それ大丈夫ですよって言い直したりっていうのも、未だになんか論争があるっていうのは、都市伝説界の中でもわりかし有名というか、陰謀論の中でもね、言われるじゃないですか。あれはね、だから月、口にしたらいかんのちゃうかな。あ、もうもはや。また違う曲で、また俺は懲りずにその話をしたんですよ。はいはいはい、そしたら、某大物芸人さんと、うん、はい、それ面白いね、山口さん。はい、これ夏のスペシャルでやろうよ。そうですね、月に行ったかどうか調べるのはこれ面白いですね、うん、って言ったら、終わった瞬間、えらいプロデューサーさんがやってきて、はいはい、ちょっと山口さん、あんなこと言われたら困るんだけど、いや、そんなん言われたって、だって議論する番組だったら、そうこうでもないああでもないって話したっていいじゃないですか、はいはい、いや、もうこの話はやめてくれんかと、うんうんうん、山口さんのこと評価してるから、うん、出し続けたいから、あ、これちょっと言われたらもう今後出てもらうわけにいかんのやと、もう直接来ました、言われました。で、次の年に、はい、あの話どうなったんですかって聞いてみたら、うんうん、はいはい、何の話ですか。
ちょっと待って、知らんふりしてると記憶消されたみたいに。知ってるんですよ。とぼけてるんですか。とぼけてるんですよ。やば。で、その大物芸人さんにはバーターらしくて、うんうん、また違う曲でアメリカの月到達をお祝いする番組の MC の仕事が行ったんですよ。いやこれは金動いてますね。動いてますね。いやこれ生の声として絶対テレビじゃ聞けないですよ、この話は。これでね、俺目つけられて、その曲、最初の喧嘩した曲が出入り禁止になった。はいはい、すごい。まあ、テレビの世界はもちろんスポンサーっていうものがありますから、うん、そういうもちろん発言にも配慮しなきゃいけないと思うんですけど、僕も先生に今日ね、相談したいことがあったんですよ、うん。YouTube の世界もやっぱこういうことがあるんですよ。うん、ああ、そうだね。そう、やっぱ YouTube って別に誰からスポンサードを受けてるわけでもないから自由に発言できるし、うん、そもそも、言論の自由というものは約束されてるわけですから、そうね、何を思想しようか勝手なんですけど、うん、あまりにもね、こう、被害者がいるとか、そういうことにセンシティブなことは僕も触れませんが、うん、一般的に言われている事件について、うん、キーワードを1個出しただけで広告止まるんですよ。あ、それが先週もありまして、まあ、多分今、ごめんなさいね、P 入っちゃうと思うんですけど、あれわかんない。これ言ったらもう絶対広告つかないんですよ。おかしいよね。おかしいんですよ。なんて、ね、そんな、議論不利にしたらええやん。ね、そうなんです。別に僕は正解とも言ってないんですよ。断定的にもものは言ってないんですけど、うん、そのワードを出しただけでも、とりあえず動画は出せるけど、うん、報告はつきませんよと。もっとひどかったら動画も削除されるんですよ。ああ、そうやな、ね。そう、だから僕は小焼スタジオ4年間やっていて、消された動画イコール真実ちゃうかなと思ってるんで、自分の中で割か真実味のあることのストックが結構あるんですよ、今。まあ、向こうさん側からしたら、うん、シャレにならんばらされたら困るようなことがみんな止められてるんで、ね、そういうことでしょうね。だって最近のね、某アイドル事務所の忖度の件もあって、うん、それが事実ってことも認定されたじゃないですか、過去の、うん、でも、うん、その事実であること以上に、うん、今までメディアがそういうことを封鎖してたことの方が僕は闇深いと思ってるんですよ。そう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 。だからそのメディアによって情報操作してます、忖度ありますってことは確定したわけじゃないですか、もう、まあ、歴史が動いたというか、うん、そうね。ってことは当然、まあ、陰謀論じゃないんですよ、まあ、全部信用するのは危険ですけども、うん、その中の全部が嘘と思えますってことですよね。だからね、もともと西海岸の真言宗の長の息子なんよね、うん、あ、そうなんですね。どうも入ってたのが悪魔崇拝の、悪魔崇拝の悪魔のチャーチオブサタンちゃうかっていう説があって、はいはい、チャーチオブサタンって子供をレイプするでしょ。そうですよね。子供の肉食べるもんね。今ね、アドレナクロムとかもすごい問題になって、そんな昔からやっぱあったんですね。昔からあった、バール神道っていう、はいはい、バビロニア時代から、うんうん、ずっとあんねん。ほんで子供を逆さずりにしてね、首を切って、はいはい、血を垂らして、この血を吸う、はいはい、血を吸うってレイプして、ね、殺して食べ、肉食べて、お尻をソテーして食べるんですよ、はいはい、えげつないですね。だからその話もね、うん、すると一回これ消されたよ。僕もね、知ってる限りの情報でね、かなりあるんですよ。というのもね、うん、アメリカって異常に子供の誘拐率高いんですよね。そう、だから大体身の代金目的って思うじゃないですか。そうじゃないっていう闇深さね、うん、それをなんかアンチテーゼ的に取り扱ってる映画たくさんあるじゃないですか、まあ、まあ、エデンとかもそうですし、うん、もう目的がね、まあ、そこまでのことはもう考えたくもないんですけど、うん、そういうことって、まあ、昔からあってようやく明るみにちょっとなってきたってことですもんね、うん、だからジャニーさんの問題が問題として取り上げられたんだったら、うん、アメリカのこの問題も取り上げるべきやね。そうね、だって、うん、そりゃそうですよね、うんうん、まあ、思いますけどね。でもそれって相当な、まあ、DS と言われてる人たちとか、うん、影の支配者層と言われてる人たちの舞台なんで、うん、なかなか出にくいですよね。出にくいね、これは。だからまあそれと戦ってるのはトランプさんやっていうふうに言うけど、うん、言われますよね。どこまでトランプさんが本気で戦ってるのかな、うん、のもあるし、じゃあ最近日本で誘拐、子供が誘拐増えてるのはどういうことや、うん、山梨の事件とかね、うんうん、北関東の事件、パチンコでおらんような事件とか、うん、あれも多分殺されてるんちゃうかなと。ねえ、なんか今このご時世、わりかしこの今 X でしたっけ、そのツイッターが、とかでいろんなこう、大容量のね、通信速度の時代になりましたから、うん、動画がやっぱあるんですよ。あ、はいはい、そう、やっぱ外国からの動画って今までは、うん、なんだ、イーロン・マスクになる前は、多分見えてなかったのか分かんないですけど、うん、やたらとですね、そういう動画増えたなと思っていて、そう、直接的な映像はないんですけど、子供が海外誘拐されるとことか、うんうん、奇妙な、ものが映ってるとかってことが、結構タイムラインに僕、うん、まあ、こういう仕事してるからかもしれないですけど、流れてくるようになったんで。結構エロが流れてくるよ。いや、すごいですよね。何やろ、これ、と思って。すごいなんかね、今までいかにその目隠しをされていたのかっていうのが分かる感じがしますね。うん、
いや、だからね、宇宙人の遺体だったやん。はいはい、あのメキシコの。あれ、人間の死体なんよね。あ、そうなんすか。ゴールデンタイムにね、日本中がね、うんうん、騒ぎになるぐらい流したやん。うんうんうん、あれは、奇形児の死体ですよ。あ、そうなんですね。なんかペルーとかなんかどっかの方で拾ったみたいなのね、言ってましたけど。いやいや、あれはほんま、奇形児ですよ、うんうんうん。で、あれを凍った人にインタビューしたんやけど。先生が？そうそうそう。はいはい。あれ、すごい高かったらしいよ。1分間1000万。すごい。だからビッグビジネスになるんだよね。だから奇形であることとかって、うん。だって、作り物じゃないってことですもんね。作り物じゃない。ね、エイリアンじゃないけど、うん、それが生物であったことは確かということは、うん、確かにすごいビジネスだと思います、これは。あの、核膜取るシーンとか、リアン。はいはい。はいはい、そうですよね。核膜取って、このペローっと取ったり。はい、で、こう、解剖の手順もちゃんとプロがやる手順だよね。はいはいはい。あれが宇宙人とははっきり言わなかったんやけど、うんうん、まあ日本人のそのおっさんも、はいはい、うわこれどないしようかな、でも大ヒット間違いないから買おうと思って買うたんやって。なるほど。 で調べていったら、で後にねアメリカに取材に行ってたら、はい、あの死体と同じような顔して姿してる子供が2、3人おる。やばあれは何ですのあれって聞いたんや。さあ、あれは日本人、君たち日本人は知らないけどプルトリウムの実験でああいう風になっちゃった子たちだよ。そうなんだ。マンハッタン計画。はいはいはい。もう都市伝説界では超有名なマンハッタン計画ですけども。の犠牲者なんで。そうなんですね。だ実際に行われたかどうかも分かってないですが、うん、マンハッタン計画って一応陰謀論の中に言われちゃってるので。いや、間違いなくやられてますよ。あの注射をね、はい、妊婦さんのお腹にチューって注射するんや、はい。で、200何十人かが妊婦さんが注射されて、はい、中の子供がどうなるかっていう実験あったよ、はい。あ、そうそう。核爆弾を落とすんだよね、はい、そこにこちゅうたち突入させるんよ、うんうんうん、それで遠くからこうやって見てて、あ、まだ1人倒れた、2人倒れた、あ、全滅です、10分で全滅かと出たの。いやすごいでしょアメリカって、うん、やばいですね。自国民を平気で犠牲するんやな。はいはいはい。そんな悪魔みたいな実験があるんですね。オバマが謝ったでしょ。はいはいはい。あの性病実験、うん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 、刑務所に捕まってる、うん、禁欲生活を送ってる囚人を性病だらけの女性刑務所に放り込んでやりたい放題やらして、はい、そのあったんですか。そうそう、それでそいつらが病気になるやん、うん、病気になってもだい苦しむやん、それを全部記録して何日目に死亡とか言って、うんうんうん、でそれで裁判起こしたんや、うん、じゃあ民事訴訟が起きて、うん、もう賠償金払ってる。まあ大統領が認めたってことはね、それは事実だったということですよね。だからそうですよね。だからアメリカっていうのはちょっと怖いよね。めちゃくちゃするよね。まあ怖いですし、まあ、戦争ってね、そういうものがつきものってなんかどこで思っちゃってるからあれですけど、うんうん、なんか事実と認めたくないままなんかね受け入れるとこあるじゃないですか、うん、なんかあそこあったんだ、今の時代まで感謝だなみたいなところもありますけど、そう、今でもそういうことが続いてるってのは怖いですよね。今もロシア、ね、ウクライナ問題もありますし、今でこそは ね、イスラエルの問題もあります。めちゃくちゃ怖いですよね。だってロシア、ウクライナもせいぜい5年ぐらいしか引き延ばしすることができんと、はいはい、もうプーチンが頭変えてるやん。来ました、引き延ばしですよこれ、ね、コントロールされてるってことですからね。もっともっと武器を消費してないかんと、うん、あ、でもあと5年ぐらいでもう兵力尽きるから無理ですよっていう話になって、うんうん、じゃあどないしようかって、うん、イギリスとアメリカが、うん、イスラエル行こう、次イスラエルや、ハマス動かすでって。これいろいろさ疑問がありますよね。もともとイスラエル問題っていうのはそこに住んでいた、うん、今ガザ地区とか言われてますが、パレスチナの人たちが住んでた場所に、まあ後からやってきたユダヤ人も戻ってきたというふうに言われてますけど、うん、そこはまあ占領しちゃったよみたいなことになってますけども、うん、当然追いやられたそのパレスチナの人たちっていうのはまあおこなわけですよね。そうだね。いつかそのまた戻りたいっていう、まあ、その当たり前の考え方ですけど、それがちょっと過激になっちゃってこうどっちが悪いのみたいなになってますけど、もともとそう言ってみたらそのハマスっていう人たち、そのテロ組織認定されてますけども、まあ、そこを火付けしたやつがいて、そこが戦争を仕掛けたか仕方なく報復してますという形には取ってますけども、うん、あまりにもそのリターンが早すぎてこれ仕組まれてたんちゃうかみたいなことも言われてますもんね。そうなんよね、うん、だからあのハマスとかにあの資金とか武器を援助してんのもアメリカやからね、うん、いやこれ怖いですよね。だからマッチポンプやね。マッチポンプですよね、うん、ね、資金援助してドンパチ始まったかな、あそろそろイラン来るかなって、うんうん、じゃあイランがなんかこれ以上やったらわしらも参戦するぞと言い豚じゃないですか。はいはいはい。さあ閉めたもんや。イランが参戦したらイランのとこ攻めていって、うんうん、イランを徹底的に破壊するんでしょうね。
すごもう今日過去一やばいインマイルームちゃいますか。これが何回目に配信されてるか分かりませんけども、もともとインマイルームってそのゲストの方と本音トークじゃないですけどスタジオじゃないので、うんうん、対談形式がコンセプトだったんですけど、一番なんかテレビでは知り得ないことを今日聞かされているなというふうに思いました。こういうこと言おうとして結構睨まれてる先生はそういうお立場ですよね。ちょっと最近丸なんてあんま言わんようになったけど、はいはい、言おうとして、うん、ちょっとでもヒントを与えるよね、はいはい、ね、うん、どっちでも取れるような言い方してるとか、うん、それがね分かってない子が多いよね。あ、確かに確かに、それめちゃくちゃやりますよね。僕らも基本はやっぱ、後味悪いエンタメはしたくないんで、うん、いつも東野くんっていう相方と、その、ふざけ合ったりして、うん、面白かしく伝えることをモットーにしてるんですけど、うん、どうしても深いテーマになると、なんか真剣に取り組まなきゃいけないこともあるんですけど、うん、あんまり見すぎると規制かかるんで、匂わせとかヒントをね、で終わることが結構多いんですけども、うが、ん、った方にその解釈されると、そういう見られちゃうんで、難しいんですよね、表現が。そうなんだよね。うん、だ今日もし広告がついてなかったら皆さんの中で一つヒントになるんじゃないですか。逆にこれが真実だったかも、うん、かもしれませんしね。でも山口敏太郎先生の中でやっぱ何がのテーマが一番面白かったです。都市伝説たくさんジャンルありますけど、やっぱり陰謀論が面白いですね。やっぱそうなんですよね、うん、なんか陰謀論ってすごい分かりやすく言ったら隣のクラスの〇〇と〇〇が付き合ってるらしいぜみたいなもんじゃないですか、うん、なんかそういうゴシップの延長線にある気がするんですよね、うん、でそれが 100% フェイクとは言い切れない。そうなんですよ、ね、これマジっぽいぞっていうところが面白いんでしょうね、うん、結局 UFO も本当にいたじゃないかみたいなこともね、うん、認めたやんアメリカがみたいなことって、じゃあ今まで UFO を否定してる人たちはどういう顔で見てるみたいなね。あ、そうなんよね。でそれが悪いこととは思わないですけど、絶対的に断定して言い切っちゃった人たちはちょっと物事の見方もっと柔らかくしてもいいんじゃないかなと思うんですよね。あ、その通りやね。いやだからね、あ、この話したっけ、はい、UFO 認めたとアメリカ認めた途端に超常現象スペシャルをやめた。いやーすごいね、こう超常現象スペシャルで話さないかんことや、うんうん、で俺を VTR 出演だけにして、はいはいはい、自由に物要塞用意して、なるほどね、編集で、あと竹本涼とか中澤武史とか、はい、面白おかしく UFO を肯定する人たちだけ出して、はい、ゲラゲラ笑って終わる、はいはい、目隠しやなまああるでしょうね、うん、だから今ねその都市伝説言われてるようなこととかも実はもしかしたら数年後にはあれ本当だったんだってなるかもしれませんよ、うん、なりますね多分ね、っていうね、こうヒントだけちょっと出しとかないとね、うん、あんま直接に言ったらなんか怒られそうなんで、僕も難しいところですけど、 YouTube は危ないね。いやーね、ちょっと、うん、もう4年前と全然違います状況は、ね、どうなるんだろうな、このまま言論封鎖が広がっていくのかね、うん、はい、いや僕は結構もうちょっと進むと思いますね。進んでしまうんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、まあ、言論を統制してない風に見せた統制みたいな。あ、なるほどね、はい、実、うんうん、それに誘導させられてるというか、あ、特に日本人はそういう、いまだになんかテレビの言うことが信用できると 90% ぐらいあるらしいんで、あ、いまだにテレビの言うこと信用する、それがなんかこの高齢化社会のちょっとした弊害でもあるみたいですよ。だって同じ人がテレビに出てるやん、うんうん、アルフィーの活動についてコメント出してる、はい、でその人が同じ人が半年経ったらまた今度はスマップ解散について嘆くスマップファンとして、ね、そうですそうです、全部同じやん。そのエキストラですからね、桜というかね、台本あってのニュースですから、ニュースさんが一番台本あったらダメですからね、うん、だから、うん、まあしょうがないよね。だからもともと GHQ がね中心としたネットワークを組んだ、これが始まりだったよね、うん、ああ、まあそういうふうにもうされてしまってるんで、うん、ね、っていうことですよね。残念ですね。え、まあでもですね、もう深い話とかも今聞きましたけども、小雪 Vlog の方、この裏で配信しています。僕の個人チャンネルがございます。そちらの方では、UFO は本当にあるのかないのかとか、この前、出ていただいた近道さん、徳島の能力者、近道さんは本物の能力者なのかみたいなことをですね、先生と本音で、解説しておりますので、ぜひそちらの方もご覧くださいませ。本日はありがとうございました。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイ。県民性があったりとかするし、にゃーって赤ちゃんの声だったらしくて、海の中から、はい、海底を人がいっぱい歩いてるんです。怖っ。